どうもテイラフルです。今年もありがとうイベントログインボーナス、そうですね、第2回プレミアレア確定キャチケットをもらいました。アバターチケットをもらいました。よし、じゃあもらいましょう。もらっていきましょう。アバターチケットか、引こうかな。いいね。アバターチケット。ラクルサイドダウン。じゃあ第2回プレミアレア確定ギアプライス引いてこう。何が出る。おっと、ニューグ当選強ボール、ちょっと見よう。ボールすごい揃ったな、プレミアレア当選強ボール。強っ。何これ、65100超え、当選強ボールでやばくね。武士道と超パワーモードプライオンか。武士道プライオン、武士道プライオンってことは、そっか、これセンスクラブ武士道プラ16だから合わせると20か。武士道が2回使える、2回使えるわけじゃないのか。武士道がどうなるんだろう。ちょっとそれにしようかな。だからこれにして、これによってこうですね、超パワーモード特大が20、武士道が特大で20できました。これで一人でゴルフやっていこうかな。超デカカップチャレンジ、ゼロ。まあまあ使うか。武士道が2回になりました。強みなんだよな。うわー、超えられなかったか。お、入った。あ、こういうのがあるのか、いいね。入ったっていうか落ちたって感じなんだよな、本当に。ほいー。1打目でピン3メーター以内に寄せてクリアができてない。全ホール 50% とかって書いてあった。ジャストが50か。
で1メーター以内。武士道にする理由はないな。1メーター。よし、オッケー。うん。そうだ。よし。ちょっとね。この超デカホールカップはなんかやっぱバカっぽいよね。すごいなんかすごいなんかバカっぽいわ。もう一回武士道とこれぐらいかな。よし、いいところに行くはず。多分ね。惜しい。惜しいな。13.9 だから負ける可能性あるな。と思ったら。そうだ。うん、負けてくれたか。そうだ。ほほほほほ。やーい。わーい。そう。ジャストインパクト50。よし、いった。オッケー。じゃあ最後行きますか。最後この忍者に勝って、超デカカップチャレンジ終了と。ジャストインパクト50か。同じか。ここはさっき痛い目にあったのでまあ大丈夫かな。ここだね。これで間違いないと思う。あーダメか。8.7m。 勝つことはできそうだ。で、おい、やーい、はい、わーい、くそ、じゃあランクマやりましょう。グレーション。超パワーショットどうなる？352か。352か。うわ、
どうしよっかな。超パワーショット。はっ。どうだ。超パワーモード強くする必要あるといえばあるんだよな。風向きがある。あーでもそんなもんか。うん、でももう別にいいよねって感じか。よし、このまま打つ。武士道を使うか。うん、弱めでいい。よし、いい感じ、勝ちました。あれお、やばい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 、お負けたポイントつけて打ってたのか。よし、嘘でしょ、負けました。武士道2回使えるっていうデイリーミッション終了。ランクマじゃねえわ。みんなでゴルフ見ようかな。みんなでゴルフ、おい、年越し杯3ホールベスト3、東京か。ここでまあどうしようかな。これ使えるかな。うん、パワーモード得意か。使えなさそうだな。何がいいかな、何がいいかな。まだ足りてないんだな、いろいろと。か、パワー。ここは武士道2発でいくか、無風でいくか。どうしようかな。でも武士道2発は無風なんだよね。チャンスショットが欲しいところではあるから、うん、よし、じゃあこの組み合わせいきましょう。センスクラブとボール、超パワーモードと武士道2発の組み合わせ。これでみんなでゴルフやってみようかな。はい、やっていきましょう。最初はこれか。武士道いらないかな。ここは大丈夫。
とりあえず撃とう。武士道いらないよね。うん、風もあるんだよな。まあこんぐらいか。なんか1位取れそうにないな。1位は取れないと危な。はい、まあ、こんな感じと。次はなんだろう。あーこのコースか、逆回りか。ここで超パワー使ったらどうなるんだろうな。使ったらダメかな。 6m か。で、武士道。ちょっと傾きあったの残念だったな。うん、ここか。もうちょっと強めかな。でもまあいいところでしょう。やば、武士道使える。おっと、このぐらいか。よし、オッケー。うん、玉ポチだろうな。 T、 うん、うん、3位か。最後はまくれそうにないな。最終ホールどんな感じ。また同じコース。はあ、なるほど。7m。 後ろは最後に使おう。これで大丈夫かな。雨の関係があるんだよね。そこだけ計算に入れなきゃいけない。雨だけ計算に入れる。だからまあ武士道はやりやすいから正解っちゃ正解か。角度があるから角度はつける。どんぐらいだろうな。こんぐらいかな。雨 OK。 まあまあかな。まあまあか。もうちょっとつけたかったけど、まあいいか。まあ武士道で甘えてるので、ほいっと入るはず。よし、まあそうですね、初見プレイはこんな感じですね。うん、
最後はどうだろう。まあ1は取れないな。それは分かった。まあチャンスを使っていかないとダメかな。うん。3打だから、まあ2位は確定かな。2位は確定かな。うん。はい。2位でした。いろいろあるのでもらっていきましょう。一人でゴルフでイベント、お2019お年玉ボックス、なんとお年玉通りに勝利、ホールインワンを累計1回、ホールインワンを累計2回、ホールインワン累計3回、ホールインワン累計4回、ホールインワン累計5回、あー超デカカップのすべてのスター獲得、うん、ランキングトーナメント年越し杯2回プレイ、年越し杯3回プレイ、いろいろもらえるみたいですね。じゃあまあちょっと開けようかな。プレゼントボックスかな。プレゼントボックスだっけか、違う、アイテムボックスだ。クリスマスボックス男性用、ちょっと開けよう。男性用いらないんだけど。で閉じて、まあ男性用いらないけど開けよう。閉じて、じゃあ女性用、クリスマスセレクション用の女性用ウェアが手に入るボックス開けていきましょう。あーこれか、あこれだったのか、あのエロいって言ってた、自分がエロいって言ってたやつ、これだったのか。そっか、もうたくさんもらえるな。うん、もうクリスマス終わったしな。まだたくさんいろいろ来てる、すごい来てる。よし、年越し杯の特別報酬アイテムボックスで使用できる、使用しましょう。開きましょう。何が出る、プレゼントボックス行こうか。うん、一括受け取り、たくさんもらいましたと。コインが1500、ウェアチケットが5枚、プレゼント受け取りました。以上。じゃあウェアガチャやりますか。ウェアガチャ、さあ、プレミアレアは出なかったと。ゴールド
ゴールド。お、3連続ゴールド。シルバー、シルバーという結果になりました。あとないよね。あとはないということで、まあ時間もいいでしょう。ダメか。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。失礼します。